大菅さゆりは、日本の元スピードスケート選手、元自転車競技選手、北海道市別郡市別町出身。マネージメント会社は、ボリバレント幼少期は、習い事として空手、水泳、習字、そろばをチャレンジした。空手は、小学生の時に、選手権大会に出場、妹の順子も出場している。スピードスケートの競合である、 白樺学園高等学校を卒業した後、1999年に三共正規製作所に入社、2002年ソルトレークシティオリンピックで五輪初出場を果たした。その後、トレーニングの一環で行っていた自転車競技、トラックレースでも頭角を表し、 2002年の富山アジア大会500メートルタイムトライアルで当時同種目世界記録保持者のコーヒサシカについで2位。また2003年に行われた世界自転車選手権 B 大会の同種目で優勝したことから2004年アテネオリンピックの出場権を獲得10位に入った。さらに2006年トリノオリンピックにも出場して3期連続の五輪出場となった。 スピードスケート女子500メートルの自己ベストは37秒51で2009年12月13日に小平奈緒が37秒50を出すまで日本記録だった。鳥のオリンピック後今までとは違う体制で競技を続けることを希望し2006年5月20日付で日本電産、三協を退社。実業団所属ではなく一人のプロ選手として活動できる道を模索。 スポンサーとなる企業を探すことになった。同年9月1日付で、大和ハウス工業が支援してくれることになり、入社という形を取った。2010年のバンクーバー五輪を目指すことを表明していた。バンクーバー五輪のある2009から10年シーズンはいつにも増して、絶不調。もともとスタートのピストルが鳴ってからの反応が遅い、選手ではあるが、その反応がさらに遅く、 持ち前のスタートダッシュを生かすことができなくなってしまった。ワールドカップに出場するも1桁順位はゼロ最高でも10位と振るわなかった。m ブで行われた五輪代表選考会でも500メートルで6位、1000メートルで16位と振るわずバンクーバー行きを逃した。2011年6月1日に現役引退を表明。2014年まで大和ハウススケート部で、 及川優のコーチを務めるが、2015年3月31日を、もって退社。2014年8月15日、元陸上競技選手の秋元慎吾と結婚。2016年、第一子妊娠を公表。2017年3月20日に長女を出産。ありがとうございます。